さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気でしょうか。元気にさせていただいてます。さあ、はい、暖かくなってきまして、はい、涼しいところに行きたいななんて思う季節かなとも思いますが、ね、ちょっと蒸し暑さがやってくると常に思うね、はい、ですよね。春ってよかったなと思ったりするんだけども、何でしょう。何でしょう。北海道札幌市行かれたことありますよね。はい、もう何度も行かさせていただいておりますが、はい、どんなイメージですか。まあ、まず気候がね、こうなんて湿気が少なくて、最近ちょっと多くなってきたんだけど、でも美味しい食べ物があって。あ、やっぱりそうなんですか。ね、どこ行ってもね、甘いものも美味しいし、食事もうまいし。ジンギスカンとかね。ジンギスカン。カニとか。カニとかも女性は食べることばっかり、はいはい、忘れちゃいけない鶏肉も。鶏肉も美味しかったりするんですけれども、はい、ということで今回ご紹介するのは、北の大地で生まれた安心で豊かな食材にこだわり、生産加工流通を一貫して行っています、こちらの企業様を30分通してご紹介します。地域密着、地産地消、それは誰にしも存在する故郷において、自分の生活だけでなく多くの人の支えとなり、ビジネスとともに社会貢献の役割も担っている。そしてそれは地域社会に存在する人と人とのつながりによってさらに強く成り立ち、さまざまな出会いが時に大きな事業も生み出してきた。そんな一つの出会いによって、負債50億を抱えた家業の倒産から多くの支え、そしてあらゆる挑戦を繰り返すことで、地元北海道で73店舗を展開する企業へ復活を遂げた男がここにいる。株式会社神話ホールディングス代表取締役社長、佐々木俊之。北の大地で育まれた豊かな食材を外食、物販、食品、製造、物流と5つの事業を一貫して行うことにより、安心で安全な商品を届けるとともに、食が持つ価値、そして素晴らしさを発信し続けている。今回は食を通じてあふれる感動を経営の理念とする佐々木俊之をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。会社の特徴といたしましては、道内に2カ所の契約養鶏場を設けておりまして、はい、そこで育てた鶏肉を自社工場で加工して、自社で流通して自社で販売すると、生産者の顔が見える、安心安全おいしい商品をお客様に提供するということをモットーにした業態を作っております。養鶏場もなされているのは結構北海道では多いんですか、そういうところって。鶏の生産して販売までやってるところはうちだけだと、はい、あ、そうですか、はい、鶏を食べる文化っていうのは北海道ではありますかね。もともと焼き鳥は好きなんですよ。焼き鳥か、そう。ただそうかそうか、北海道では焼き鳥イコール豚串なんですよね。あ、豚のバラ串が焼き鳥って言われててですね、はい、うん、まあ、当社といたしましては本来の鶏にこだわろうということで、契約養鶏場で育った鶏を自社で販売するという形で、まあ、10年前からやってるんですけども、はい、なんかザンギとか言って唐揚げとか、北海道では鶏の唐揚げのことをザンギって言うんですけども、もともとこのお仕事ずっとしようと思ってたんですか。私はですね、はい、東京の大手商社に勤めておりまして、はい、何年ぐらい前で。ですね、まあ、今から11年ぐらい前ですね。はい、たまたまその大手商社に勤めてて、うん、まあ、まあ実はですね、私の親父が北海道で肉屋をやっておりましてですね、はい、でその肉屋をまあついてくれということで、ずっとまあそういう環境に育っておりましたんで、うん、でまあ札幌に戻りまして、で3年ぐらい経ったらですね、ちょうどその BSE とか鳥インフルエンザが猛威を振るった時でですね、でその時にまあ親父の会社が倒産したんですよ。3人兄弟でですね、実家で育ったんですけども、まあ、兄弟2人、まあ、弟が今専務なんですけども、はい、で専務と2人で何をやろうかとして考えた時に、潰れた会社の環境だったもんですから、まあ、いろんなお得意先があったんですけども、誰もこう声をかけてくれなかった中で、1人のバイヤーさんからお声をかけていただいて、まあ、商売やろうという形になったんですけども。それはもう一度っていう感じですね。そうですね、そこからまた再
再出発みたいな。そうですね、私の親父のやった会社で、私はあの加工品を担当して道外に売るっていう仕事をしてたんですよ、はい、でそのさっき言ったバイヤーさんはその時に買ってくれてたあのお客さんで、その商品をあのこう復活させましょうとっていうことをこうやるんで、私はあの佐々木さんのためだったらその商品を復活させるのに私はまあ首をかけてもやりましょうっていうことでやっていただいたんですよ。それどんな商品だったんですか？それがですね、あの当時その老舗洋食店のあのハンバーグをですね、ハンバーグ、はい、冷凍で販売しておりまして、でそのハンバーグが、まあ、うちの親父の会社の時に作って、そのバイヤーさんに相当買っていただいたんですよ、うん、でそれを、まあ、復活させましょうということで、まあ、バイヤーさんは工場も探してくれて、まあ、自分も買うよと、で、あとはその老舗洋食店のライセンスだけ佐々木さん取ってくださいねっていう話だったんですよね、うん、で当然、まあ、あの昔からこう恋にしてたそのライセンスを、うん、あの洋食店さんのブランドの、をもらいに行けると思ってそこに行ったんですけども、うん、なかなか、まあ、すぐうんって言ってくれなくてですね、うん、まあ、2週間ぐらいずっとこう専務と2人で通ってやっとこう説得してその商品が世に送り出たというのが、まず冷凍食品の販売をきっかけとして、うん、あの創業したんですよ、はい、もうハンバーグをこう販売して、まあ、当然そのバイヤーさん買ってくれるもんですから量は売れたんですよ。ただ、だんだん人間欲がこう出てきてですね、自分たちのブランドの商品を世に送り出そうと、でそれで自分たちでじゃあお店を作ろうということで、最初一番最初始めたのが、焼き鳥と釜飯と鮮魚のお店、焼き鳥と釜飯と鮮魚、鮮魚のお店を始めたんですよね。でそこで、まあ、何でも出せるからハンバーグを出そうということで、うん、メニューでハンバーグを出して、はい、そのハンバーグをそのバイヤーさんに買ってもらったっていう経緯があるんです。あ、でそのお店がなかなかうまく中途半端な気持ちでやってるもんですから、うん、お店は要は冷凍食品を売るための一つのものじゃないですか、はいはいはい、で最初は売れたんですけども、どんどんやっぱり売れなくなりまして、厳しいですね、そういうね、商売ね。で自分たちのそういう、まあ、一つ、うん、まあ、心のこもった形になるものを作ろうというものをこう開発しようとして、まあ、毎日こう焼き鳥を刺してたわけなんですよ、うん、そしたらやっぱりこうは、まあ、派生品っていうかこうやっぱり派生が出るんですね、うん、でそれをじゃあ最高に美味しく食べられる方法はないかということを考えて、で当時やっぱりこのハンバーグ作るノウハウを持ってましたから、うん、そしたら鶏肉をこう引いて丸めてつくねを作ろうと、っていうことでこう生つくねっていうのをこう開発して作ったんですよね。その生つくねってどういうものなんですか？はい、生つくねっていうのはですね、うん、まずその最初に我々作った時に、はい、要はつくねって焼き鳥の中で一番脇役じゃないですか。つくね、あ、美味しいですけどね、はいはい、なるほど。それをやっぱメインとした居酒屋を作ろうということで、世の中で一番美味しいつくねを作ろうということで、まあ開発者のうちの専務、まあ弟なんですけども、で弟とこういろんなつくねを食べ歩いて、でまあ実は弟っていうのはそのものすごく味に一口食べれば何が入ってるかって分かるような、今でもうちの商品のすべてはまあ専務がですね担当して開発してるんですけども、でやっぱり美味しいものを探しに行ってですね、作ろうということで、まあ夜な夜なうん、いろんなところ行って居酒屋行ってつくねを食べて、で研究して、じゃあもう本当他に負けない日本一のつくねを作ろうということで、うん、自分たちでひき肉の機械をこう5万円で買ってきてですね、で5万円で5万円で買ってきて、肉ひいて毎日こう自分の手で練って、うん、でまあ1日それこそ44本しか作れなかったんですよね。で他の焼き鳥の仕込みもありますから、まあ、2人で当然仕込みしてましたんで、うん、で44本仕込んでそれを毎日焼いて出してて、で当時からそれは100円で、まあ、今も100円なんですけども、はい、100円で売ってたんですけどもね、で作りながらこれ44本作っても、まあ、4400円だなと、これで何時間かかってるんだって計算したらですね、作るのにやっぱり 2,3 時間かかるんです、仕込みから入れると。ただやっぱりお客さんが美味しいって言ってくれるもんですから、それをまあ毎日もう本当毎日毎日作り続けて、毎日その来てくれるお客さんがいたもんですから、その人たちにこう提供してたっていうのが、まあ生つくねの発祥なんですけども、はい、その生つくねの居酒屋ですか、はい、でどんなお店だったんですか？居酒屋園というお店をですね、はい、まあ、さっき言ったあの海鮮と釜飯と焼き鳥のお店っていうのは、その炭亭っていう名前だったんですけども、はい、
そこで生つくねを作って美味しいって言われるようになってですね、でそこはもう本当にお客さんが来なくて、1号店目はですね、住宅地のど真ん中にできたもので作ったものですから、でお客さん来ないんで、そこはまあ本当に閉めて、じゃあ新しく一からやり直そうということで、その生つくねの縁というのを作ったんです。閉めてから作り直したんだ、はい、最初やっぱりこう宣伝かけたもんですから、まあ場所も良かったっていうこともあって、ものすごくやっぱり最初売れたんです。当時まあ私があのホールで、専務があの厨房でまあ焼き鳥屋に出してたんですけども、でそこで出してたものがやっぱり売れることっていうのを知らないわけなんですよ。1号店目っていうのは売れなかったですから、1号店目の3倍4倍の売り上げがこうできるわけなんです。でそこでやっぱりノウハウっていうのがなかったもんですから、結局物が出ないとか、あの今でこそ言いますけど焼き鳥が焦げてるとか、美味しいものを出そうと思っててもなかなかこう提供できなかったっていう部分があったんですけども、それをまあいろいろ試行錯誤しながら、まあ1年かけ2年かけですね、完成させていったっていうのがあります。ご自身もこうホールといいますか、お店に出られてて大変ですよね、はい、あの今あのスタッフの方の気持ちとかですね、そういうのはすごく分かりますよね。そこからどういう展開に持っていかれるんですか、そういう時って。まあ1号店目作ってですね、それをまあ改善しながらですね、で日々良くしていこうと。その円の中で良くなっていったんですか。そうです、そうです。あのブラッシュアップをかけてですね、円をあの展開していきましょうということで、はい、我々最初郊外から始めましたんで、やっぱりその中心部に出していこうということで、やっぱり場所を選んでですね、中心部に出していくような展開をかけていきました、はい、その頃は1日何十本も何百本も作れるようになったんですか。まあ100になったり200になったり、で 今はもう本当に1年間250万本差しておりますんで。250万本、はい、すごいですね。すごいな、一人何本食べてんだろうな。すごいな。で地産地消にもこだわってらっしゃるんですよね。ええ、現在ですね、我々北海道の札幌を拠点としてあの事業を行っているんですけども、はい、でこれからあの地方都市、北海道の地方に展開しようと、はい、昨年ですね、岩見沢っていう8万人ぐらいの都市があるんですけども、はい、でそこに居酒屋を出そうと、はい、ということで、まあ、岩見沢にこう、出店計画を立てた時にですね、で8万人ぐらいの都市ですから、なんかそこの町に役に立てることはないのかとか、我々が出店することによって何か町が良くなったとか、その人たちがまあ雇用が生まれたとかっていうことをやりたいということで、それでまあ岩見沢に行ったわけなんですよね我々。そしたら岩見沢の名物って何って聞いた時に、その木地が名物だっていう話をまあ地域の人がしていて、ただ木地が名物なんだけども、今もうその木地を売ってるところがなかなかないっていう話ですね。そうですよね、あんまり聞かないな。ただ昔までは木地屋さんっていうのがいっぱいあって、木地ラーメンとか木地丼とかそういうのを出してたらしいんです。木地丼ね、はい、いただきました、はい、いただきました、はい。でそれをまあ、我々札幌から出るんであれば、やはり地域のものをこうどうにか生かして、まあ、今までこう食べたことない人たちにもですね、食べていただくことができないかということで、その生地農園、まあ、あの契約生地農園なんですけども、そこと契約いたしまして、その生地をまあ自社の居酒屋でこう販売するという取り組みをしたところ、1日何十本も売れるようになってですね、で若い方っていうのは生地が食べたことない方がいらっしゃって、生地ってこんなに美味しいのかとか、逆に売ってくれないかとか、今度誰かに送りたいんだけどとかっていう話が結構こういただいてて、でそういう取り組みをしている中で、じゃあ生地農園さんの知り合いの、まあ、野菜屋さんとか、卵屋さんとか、でそういうところとつながりが持てるようになって、その地域のものを使うようなお店をこう作り上げていると。それを地域に出すことによって、地域の名物料理をうちの居酒屋に出して、で岩見沢で出したものを例えば札幌でも出しましょうよとか、旭川でも出しましょうよとか、で北海道でのそういう流通をですね、まあ、うちの規模だからこそできることをやっていきたいなと思っています。最初に伺ったお話からすると、ね、考えられないですよね、広がり方っていうのは。でもみんなに愛される企業でお店になったっていうことだよね、ここまで広がると思ってました？いえ、始めたのがその冷凍食品の販売ですから、まさか居酒屋をやるとも思ってなかったです。ハンバーグからですもんね。そうです、そうです、
ただやっぱりやってみてお客さんのこう顔が見える、お客さんがありがとうって言ってくれる一番の仕事っていうのはやっぱりその末端のお客さんにどう物が売るかっていうことですんで、居酒屋っていうのは本当にこうお客対お客さんに直接売れる仕事なんで、すごくそのありがとう美味しかったよって言っていただけるのが嬉しいですよね。私たちには夢がある。美容業界を変えるという夢、美容機器を販売するだけでは何も変わらない。だから私たちが変える。販売するだけで終わらずに販売後も経営支援をする。約束します、誠実な支援を。私たちは知っている。信用こそ力。いつの時代もそれが世の中を変える力になるということ。美容経営者様、一緒に挑戦しませんか。販売後も経営支援をする、エストラボ。今現場には出られないですよね、そのお店の方とかっていうのは。管理の方でそういう立場ですもんね。いや、でも現場はもうしょっちゅう行って、しょっちゅう待って、見てますか、店舗数が多くなってくると大変ですよね。いや本当従業員教育にはですね力入れてまして、もう組んでですね教育をしてます。あれね、なんだね。何人ぐらいいらっしゃるんですか。今従業員で120名ぐらいですね。すごい。2人でやり始めたとこから、44本だったのに、ハンバーグから始まってるんだよね。なんか社員旅行も充実してるなって話を聞きましたが。まあ年数回ですね、まさしく東京の、ここ今舞浜なんです。舞浜の近くのですねリゾートにですね従業員をこう連れてきて、でやはりその最高のサービスを学ぼうということで今やってます、今は焼き鳥以外は何かされてないんですか。テイクアウトのお店でですね、焼き鳥と惣菜の縁というお店をやっておりまして、でそれはスーパーマーケットとかショッピングセンターの中に入ってる焼き鳥と惣菜のお持ち帰りのお店なんですよ。居酒屋では生つくねっていうのがこう売りになってたんですけども、じゃあ名物料理を作ろうということで塩ザンギという、鶏の唐揚げなんですけども、でそれを作りましょうということで、1店舗2店舗目やりながら、それこそうちの専務とですねどうしても北海道の鶏肉を使いたかったもんですから、ももは結構その流通が多いん でじゃあ胸でヘルシーな胸を使った最高に美味しい唐揚げを作ろうと。ただ胸肉の特徴としてそのもぞもぞするっていうか硬いんですよね、唐揚げにすると。じゃあそれをいかに柔らかくしていかに美味しく食べれるかっていうことを研究しようと専務とですね開発をして、でやっぱりすぐには開発できないものですから売りながらなんですよね、であったかい時は美味しいんですよ、冷めると硬いとっていうのがなかなかそのクリアできなくて、で当時私が揚げたてをこう店の前で配って、で1日30キロこう試食をして5キロしか売れなかったとか、ですからそれが1ヶ月2ヶ月ぐらいずっと続いてですね、そこで当然あったかいうちに食べてるんで美味しいん でだん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 やってるうちに今度冷めても柔らかいのができるようになってきたんで、じゃあこれはいけると3ヶ月ぐらいかけて開発したその今の塩ザンギっていうのをですねこうずっと試食しながらこう販売すると。でただ売れるようになっても今までバラ売りをしてたんですよ。当時やってたのがその山盛りにしてバラ売りしてた、したらお客さんは2個ちょうだいとかですね、して1個売ったところで何十円にしかならないですよね、そしたらなんでだって2人でちょうど考えてて、そしたらこうパックに入れてちょうど買いやすい500円のパックを作ろうと、ということでその当時一番こう使ってた安いパックに山盛りにして蓋が閉まんないぐらい入れて並べといたんですよ。そしたら試食してその500円パックを置いたらそれがまた売れるようになってですね、たどり着いた、毎回同じような形でたどり着くんだよね2人でやられてて、今うちの工場で作ってるのが1ヶ月50トンなんですよ。すごい。で年間600トンの塩ザンギを北海道内で販売してると。で北海道で一番の。みんなよく食べるな、やっぱり。そうですね、うまいな、うまいんだよ塩ザンギ。これはもう札幌行くの楽しみになったな。そうですね、そう私ね行っちゃったので、行っちゃったのでね、どうぞご覧ください。神話ホールディングスさんの本社にやってきました。中に入ってみます。ザンギと生つくねのお肉について専務直々に教えていただきたいと思
います。よろしくお願いします。こちらですね、はい、今朝、契約養鶏場から届いた、鶏の胸肉になります。はい、塩ザンギという商品、当社の、商品を作るにあたって、いろいろな研究をした、切り方がありますので、はい、今日はそこだけ教えて、はい、特別に、はい、ありがとうございます。まずですね、はい、鶏の皮の胸の皮をですね、こう剥きます。鶏肉の胸はですね、はい、繊維質がですね、そうですね、見えますね。見えるのと、幹がですね、場所によって交互するんですね、はい、そこをしっかり見ながら、まず切って真ん中で切って、これって斜めにこういってるんです、はい、から向こう斜めに切っちゃう、はい、でここから縦に高めに、おー、繊維を断つように、そうですね、でもう一つですね、ワンポイントがあって、はい、ここにですね、こうやって切り目を入れると、はい、非常に揚げた柔らかくなる、ですので、これを一個ずつこうやる、ですので、それを間違えるとですね、はい、美味しくない塩ガンになっちゃうので、必ずですね、はい、今塩ガンを作っている方には、うん、まず仕事の流れを教える前にこの切り方を覚えていただいて、はい、まずやっていく、で今うちのですね、はい、お店のスタッフに研修で、工場でこういう作業をしていただいて、作る大変さと、商品のありがたさを分かってもらってから、お店で商品を売っていただくという取り組みをしております。はい、じゃあ、失礼します。はい、お邪魔します。はい、今、こちら見えているのが、はい、つくねを今、成形しているラインになりますので、はい、今もうお肉をこねてますけれども、はい、これ弊社の工場で原料からもう引いて、はい、でもう味付けした、まあ、つくねの生地になるんですよね。ここで空気を抜いてひとまとめにするっていうところがまず第一工程になりまして、はい、だから一つ一つのつくねの串にするのに、はい、重量も重要になってきますから、計量されたものを今ここに2人が成形してるんですけれども、はい、その形がですね、当社、まあ独特といいますか、肉汁感を出すのが、やっぱここにちょっと秘訣があるんですよね。そうですね。まあ、もしよろしかったら、はい、こちら体験してみませんか。いいんですか。ぜひ行きますかね。はい、まずこれ計量された生地を一つ取ってください。一つ取る、はい、取ります。で、これをこう叩いて、まず空気をそうパンパンとしますよね。はい、そうすると、表面がこう少しつるっとしてきますよね。うん、はい、でここで俵型にするんですけども、まあ、そう手の手こう少しこういう押せる感じで、そうするとこういう形になる、そういう形にしていただいて、はい、でここでいいですよ、血を持っていただいて、はいはい、裏表ありますんで必ず色ついてる方を上にして、はい、でここを刺して、はい、真ん中は刺して、で突き抜けない程度に刺します。突き抜けない、はい、ギリギリまで刺しますね、はい、そうすると、はい、少しこう肉が、はい、押し潰されているので、ここで手でキュッキュッキュッとやって、はい、もう一回形をこう作ったり、で最後ここの根元のところをしっかり締めてあげないと、はい、肉汁が逃げてしまうので、なるほど、はい、ここ大事ですね。大事です。で完成です。はい、皆さんの全部やっぱり同じ形ですけど、ね、当然ですけど、はい、人が作っててこれだけ正確って本当にすごいですね。やっぱりこれ手でこねるからこの形になりますし、うんうん、美味しさもあるんじゃないかなと思います。ということで、神話ホールディングスさんの炭火居酒屋園にやってきました。メニュー勢ぞろいです。鍋もあってかなり豪華です。美味しそうなんでいただいちゃいたいと思います。こちらが名物生つくねです。いただきます。うん、うん、うん、本当にジューシー。あ、肉汁がブワーって出てきます。あ、これは本当に美味しい。こだわって引いてるだけありますね。うん、本当美味しい。キジ串です。キジ串も私多分初めてです。いただきます。うん、あっさりしてますけど、やっぱり歯ごたえがあるので、うん、
脂身が甘い、濃厚です。肉と脂がまた全然食感も味も違いますね。そして塩ザンギです。大きい。うん、あ、本当に味が奥までギュッと染み込んでて、うん、後から味がブワッて広がります。ビールに合いますね。おいしい。さまざまな出会い、そして経験を重ね、地元北海道から食を通じた感動を発信し続ける佐々木俊幸。そんな男が掲げる今後の展望とは。あの神話ホールディングスは、あの地域密着、地産地消、地域社会貢献できる地域一番店を、北海道各地にですね120店舗展開して、その後関東世界に展開をかけていくという目標を持っております。あくまでも北海道の食材を全世界に広げたいっていうのが、まあ、我々のミッションなんで、そのための北海道の先ほど言った地産地消をいかにして北海道の産物を発見するかということをこう視野に入れております。素晴らしい職業あるもんね、北海道はね、はい、では最後になりますが佐々木さんの格言をお願いします。明けない夜はない。これはあのシェイクスピアの言葉なんですけども、まあ、非常にその親父の会社が潰れた時にですね、苦労した時にその言葉を聞いて感銘を受けてですね、まあ、好きになったんですけども、明けない夜はない、はい、もう有言実行でね、もうやられてる方だから、もう本当に今後のますますの発展を期待しております。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ。ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意。ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。ビジネスブックコレクション。私こと自身の泉岳被災を顧みず、この度摂書を出版いたしました。これは私の拙い剣道人生の中において、18年間にかけて全日本剣道連盟およびフィンランド剣道連盟からの要請を受け、都合3回赴いたフィンランド共和国における剣道指導時の手記をまとめたものです。今回のビジネスブックコレクション、おすすめの本はこちら、テルベトロワ先生、異国剣道奮闘記、フィンランド剣道指導の旅。この本を書いたのは少年剣道場主弱館道場館長の大重光一郎さん。日本の伝統文化である剣道を世界平和のために正しく活用し広めたいと願う大重さんが綴った一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。